今日は2019年4月19日、19日っていうからにはやっぱ2019年の方がいいのかな。いやもうずっと2019年にするか2019年にするかすごい考えてるんですよね。どなたかその YouTube の動画で2019年の方がいいと思いますとおっしゃった方がいらっしゃったんですけども、だからよしじゃあ2019年にしようと思ってたんですけど、やっぱり19にしようかなみたいな迷いが生じている。だいたいこのそのなんていうかな、動画を撮りながら読書の動画を撮ってるのに全然読書と関係ないことをちょっと喋ってるんですよ。読書と全然関係ない話をばかりずっとしてるんですよね。まあいいのか悪いのか分かりませんが、これその動画をご覧になってらっしゃる方は海外の人が多いので、まあ、もちろん日本の方もご覧になってらっしゃる、ご覧になっていらっしゃる方いらっしゃるんですけども、そのこの動画は僕のそのクールドックスのホームページで、そのホームページのコミュニティのページに出すことが多いので、やっぱりね日本語で話さないといけないんですね。それで日本語でずっと話してるんですけども、だから日本語でどうせ話してるので海外の人分かんないじゃないですか。分かんないからもうな何話しても同じだなと思って、どうせ分かんないだからいいかなと思って、なんかアホみたいな話をずっとしてるんですけど、まあそのなんていうかな、あんまりそのなんていうんでしょうね、そのなんか面白いことを言おうと思ってなんか話したりとかするともうくっそつまんないことに なるんですよ。その最初から面白い話をしようなんて思って話してもダメなんですよ。だから真面目にっていうか本当に話したくなったことをただ話していい。そう、ただ話したくなったことをただ話しているっていう風にしないと、なんか楽しませようとかなんか面白いことを言おうなんてことをするともうクソ寒いことになるんですよ本当に。もう完全にもうなんかなんていうかもう子供じみたようなことになってしまったり、そういう風に聞こえたり、なんかバカなことを言ってるような感じにとても聞こえたりするので、基本的にその真面目にっていうかその言いたく話したくなったことを話すみたいな感じにしないとダメなんですよね。だからまあそうですね、その時話したくなったことを話しているので、バカなこと話したりとかするかもしれません。まあ別に YouTube ですからね、別に見なんか面白くなかったら見なければいいわけですからね。そうそう、ご覧になる方が、あのラブラドールいいかな、ちょっと待って、ラブラドール、これはメスですね。ちょっとなんかこんな感じなのかな、ラブラドール。ちょっとデブッチョすぎのような感じがするんですけどね。そうじゃないですか、まあ、太りすぎのような感じがするんですけど、あの今この犬はいいと思いますね。この今出てきてるこの犬、あっちオスですけどね、今出てきた犬は、あれいいんじゃないですか、このオス、これいいんじゃないですかね、このオス、あ、これもうオスの一番とメスの一番が最後に争ってんだ、争ってるっていう言い方するとあんま良くないですね、なんか戦ってるにしましょうか、戦ってん、
オスの一番とメスの一番のジャッジなんですね。なんか争ってるとか戦ってるとか言うとなんかそのなんか喧嘩してるみたいな感じのイメージがするじゃないですか。だからそういうのはちょっとあんま良くないですよね。もう本当犬のドッグショーの世界はなんか変な、なんかことになったりとかすることがありますからね。だからそういう人たちがいますからね。まあ僕は日本のドッグショーの関係とはもう全く一切無関係にして生きてきたから全然関係ないので、別に好き勝手なことを話して別に何も問題ないんですけど、ただそのご覧になっていらっしゃる方のイメージとしてあまりなんか戦ってるとか争ってるみたいな感じのはちょっと、まあ競技ですからね、競技として戦っている。ああまあそう、まあ、それはそうでしょうね。こっちが選ばれましたね、オスが選ばれました、うん、絶対こっちの方がいい、間違いない、これはもうオスの方が絶対いいですね。いや必ずオスがいいわけじゃないですよ、メスがいい場合もありますよ。メスが BOB の場合ももちろんあります。これはもうオスのこの犬の方が絶対いいです、ね、これはもう間違いないですね。このオスもこれなかなかいいと思いますけどね。ちょっとラブラドールこんなデブチョだったかな。フィールドのラブラドールと全然違いますね。小道具のラブラドールというのは本当なんかでっかくてデブチョですよね。ただこんなにデブチョだったかなと思ってちょっとそれが少し気になってるんですけど、これは向こうの方がいいですよ、前の方が絶対前の方がいい。メスが決まった。嘘でしょ。あーちょっとでかすぎたのかな。あっちの方がいいと思いましたけどね、ちょっとでかすぎたのかな。よし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 。なんか更新してます。ブラスバンドみたいなのが、ブラスバンドが更新する場合もあるし、なんかもうね、いろんなものが更新するんですよ。すごいパーティーだから、イースターのお祭りですからね。ああこれはさすがに前の声の方がいいですね。あ、わかんない、ちょっと待って、わかんない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 、絶対前とは言えません、後ろかもしれない。あー、わかんない、どっちがいいかな、後ろかな。いや前だった。まあどっちとも言えないです。ラブラドールね、ラブラドールも日本で流行りましたよね、とっても流行った。黒ラブとか言って黒いラブラドールもありますけど、黒ラブ流行りましたよね。ちょっとねちっちゃいんですよね、僕にとってはラブラドールは。だいたいこの犬の2倍か3倍ぐらいの大きさが欲しいですね。その僕の好みとしてですよ。僕はもう本当に超大型犬が好きなので、
今度は本当セントラルアジアンオフィシャルカー買おうかなって今思ってますね。70キロ以上のやつを。まあでもロットワイラーかな、まあわかんないですね。ちょっとロットワイラーかな。もうね、形はね、ロットワイラー、アメリカ系のロットワイラーがもう僕の好みの犬の形としてはすごい、それが好きなんですよ。でもね、ブラックタンが僕あんま好きじゃないんですよ、本当は。じゃあそろそろ止めましょうかね。ラブラドール、ラブラドールもそれはオーストラリアはラブラドールいい犬いますよ絶対。イギリスに犬がいる犬種はオーストラリアにもいい犬がいます。イギリスとオーストラリアも同じようなものなので、そのつながってますからね。だからで、イギリスからオーストラリアに移住してる人もたくさんいますしね、まあ、逆もオーストラリアからイギリスに移住してる人もいますしね。オーストラリアはイギリスが作った国ですからね。だからもうイギリスなんですよ、ここは。で、ここにいる人たちはもうイギリス人なんですよ。オーストラリア人だけど、オーストラリア人はもうイギリス人なんですよ。イギリス人なんですよっていうのはもう、まあ言い方がおかしいんですけど、まあそういうことなんですよ。だからラブラドールとかゴールデンとか、そのレッドリバーはやっぱりオーストラリアにもいい犬がいますよね。いや、これこの BOB の犬はいいですね。